コロンジュライ・コール・ルージュは、フランス、ヌーベル・イ・コール・ア・キテーヌ地域県、コレーズ県のコミューン、25の島の町という別称を持つ。コロンジュライ・コール・ルージュには、ブリーブ・ライ・コール・ガイアルドから車かバスで、県道38号線を通って行くことができる。乗用車用駐車場が2カ所あるが、しばしば満車になる。キャンピングカーも、駐車料金が必要である。銀行や、 金融機関の代理店はない。郵便局はコミューンになく、郵便ポストが2カ所にある。村の経済は主に観光産業から成り立っている。村の一帯に広がる赤い土、コロンジュドを用いて焼き物が作られている。1067年、コロンジアムと名が記された。フランス国内には、コロンジュ、クーロンジュ、コランジュという地名が多く見られるが、これは、キャラニコスと、 キャラニッキーから派生している。これら地名はすべて高期ラテン語のキャラニコスに由来した封建法の言葉であった。後に農場を意味した。言語学者、アルベールドーザとシャルルロスタンによると、さらに古い頃にアロマーナを意味する頃にアと混同してはならないとする。広場発生域、リモージュ派クロジェの鬼神により、ポアトゥにあるサンソビュール修道院の修道士たちが、 この地に招集動員を建てた。844年、招集動員は、ジュレンの死者量に並行され、居住する農民、職人、商人たちが、その日護下に入った。城壁で保護された過去市内で、庶民たちのコミュニティは繁栄した。ロカマドゥールを経由してやってくる、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を目指す、巡礼者たちを受け入れることは、収入を、 持続的にもたらす源となった。1308年、デュレンヌ施策は町に検証を授けた。こう、中、庶民の各裁判所が置かれた。町に検察官、弁護士、交渉人といった階級が生まれた。次第に、過去一は住民を住まわせるには、手狭となった。郊外が生まれた。東のベリー地区、オートフォール地区、フォール地区、ギタルディ地区である。 ユグノー戦争中のコロンジュは総じて平穏であった。教会の二つの信老はカトリックとプロテスタント両方の信仰の場として交互に使われていたのである。ユグノー戦争後、貴族の遺産の再建は死者区領の復活と一致した。死者区領の管理となった貴族の時代であった。1738年、死者区の家計が途絶えて領地がフランス王領に売却されると、 財政的な特権の終わりを迎えた。そしてフランス革命で小州動員建物が壊され、町は19世紀初頭に短期間の繁栄を経験した。コロンジュは次第に人口を減らし、村は石の採石場に変わっていった。20世紀初頭、数名のコロンジュ住民たちがコロンジュの共協会を設立した。1969年、コミューンは コロンジュライコールルージュに改名した。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降、INSEE 村の建物は赤い砂岩で建てられている。周りを取り巻く、ブドウ畑や栗の木の緑と対照的である。リモージュ白の寄進によって8世紀に酸素ブール、修道院の教区教会となったことが知られている。村は、フランスの最も美しい村に登録されている。 1965年から1996年までコロンジュの村長であったシャルル・セラックは1982年にフランスの最も美しい村協会を創設した。コロンジュは設立当初から登録されている。リムーザン地域圏内で最も人々が訪れる場所である。コロンジュで以下の映画作品が撮影された1982年7月3日。 メゾンドシレーヌを衣装としたサンフランキッテが発行された。ありがとうございます。